まずはその演劇って何でしょうねというところから、一回改めて出発してみようというのが今日の狙いです。で、これが町民劇に向かっていくについて言うと、昭和の町民芸はちょっと特徴があって、町の人の声を聞きながら、町の問題をみんなでこう話し合いにして、それで劇にして、つまり劇を通して町のことをみんなで考えようという非常にアクティブな取り組みなので、ぜひ芝居だけに終わらずね、これからいろんなことを語り合うって言ってもらうための一つの起爆剤になればいいなと思っているので、ぜひそんな思いで成功させたいと思ってます。やっぱり、実際お店の話とか聞いて、本当、始まったんだなっていう感じがしました。